それでは奈良教育行ってみたいと思います。本日の長文はこちら、3問全ていきますので一緒に頑張りましょう。セミさん、第一段落でございます。説問指示はこれですからね。まずは空所の A、 一読していただいた後検討をお願いします。セミさん、まず空所 A は文法的な側面からいけそうですね。もちろん How、 接続詞関係詞の後ろは SV。 セミさん、前置プラス名詞は修飾語ですから SV、 こんな感じでつながってくるはずでございます。デミさん、主語を見ての通り複数形。デミさん、あとは時制ですが、このあたりですね。現在時制で書かれております。ですから、あとはそれに従うだけ。ですから、正解は R ということでよろしいかと思います。デミさん、続いて空所 B、検討をお願いします。デミさん、まず空所の左側ですが、先生は持ってると。で、空所の右側は皆さん、学位ですね。もちろん空所の真上に College Graduates。まあ、大学卒業するわけですから、こういうものは持ってるはず。ただし、空詞の右側読んでいくと、皆さん、日本のセンターテスト。まあ、つまりセンター試験。まあ、今で言うと共通テストですが、そういうものがないと書いてますよね。ですから、先生としての資質、資格があるかどうかの基準は、これしかないんでしょうね。あと、皆さん、空詞の左側にアットがついておりますので、皆さん、at least。これだと少なくとも、こういう学位は持ってると。意味の養生もバッチリ。ですが、正解は least ということでよろしいかと思います。で、続きまして空所 C の検討をお願いします。すみません、これ空所の右側でございますが、動詞が2つありますよね。で、動詞が2つあれば接続詞もしくは関係詞で、それが1つ必要になってくるんですが、空所の右側いきなり動詞、つまり主語がないということで不完全になってますよね。で、不完全な状況になれば関係代名詞で、関係代名詞で分かれば、あとは先行詞の確認です。もちろん education ものでございますので fitch もしくは that、 これが正解ということでよろしいかと思います。さあ、皆さん、続いての段落でございます。説問形式同じですからね。まずは空所の D、 検討をお願いします。まず空所の左側ですが、日本語と同様にと書いてますよね。で、さらに右側が言語。で、次皆さん、そのグラマー、その文法と言ってますね。で、皆さん、文末には英語と違ってる。ですから、間違いなく空所には言語を示す表現が入りそう。じゃあ、一体何語が入るのかと思って見てみると、皆さん、フィンランドの学生。つまり、フィンランド語なんでしょうね。ですから、正解は、フィニッシュということでよろしいかと思います。では、続きまして、空所 E の検討をお願いします。では、これ空所の左側でございますが、文法は英語と違う。ですから、習得するのにちょっと難しいんじゃないか。まあ、厳しいかもしれませんので、一応マイナスと書いておきますね。で、空所の右側読んでみると、そのフィンランドの学生さん、英語に関しては、strong skills。つまり、英語を使いこなせてる様子が伺えるんですよね。ですから、どちらかといえば、プラス。ですから空所 E の前後でマイナスとプラス、対比の関係が成り立てますよね。あとはうにゃうにゃそうと言われて対比と言われたら、そうです、 even so、 たとえうにゃうにゃとしても、それでよろしいかと思います。では、皆さん、続きまして空所 F の検討をお願いします。そうです、これも空所の左側で一発ですね。そうです、 both A and B。ですから、アンドが正解でよろしいかと思います。さみさん、続いての段落でございます。説問指示はこちらですからね。まずは下線部 G。こちらの検討をお願いします。で、皆さん、解説はホワイトボードでいたしますね。さみさん、行ってみたいと思いますが、皆さん、上に選択肢書きましたからね。これをうまいこと並べていきたいと思います。で、皆さん、どっから行ってもいいかなと思うんですが、まず分かりやすいのは teach、動詞ですよね。で、もちろん空所の左側にも is という別の動詞がございます。で、当然動詞が2つございますので、その動詞と動詞をつなぐもの。それが接続詞でしたね。で、選択肢の中で接続詞と言われたら that。で、接続詞が決まったんですから、その後ろは sv。で、選択肢の中で主語になれそうなものと言われたら、これですよね。まあ、特に複数形になっておりますので、皆さん動詞の teach、これとバッチリ。だとはどうしますかということです。この of English ですね。これをうまいこと使うためには、そうです。主語の右側に置けばうまいこといきます。で、なぜなら、この皆さん、前置 of の左側は名詞だ。この情報は結構使えるんですね。
まあ普通、オブ前置詞の右側が名詞だっていうのは有名なんですが、実はオブに関して言えば左側は、まあかなりの確率で名詞になってきますので、ぜひ参考なさっていただけると嬉しいかと思います。で、残った選択肢は一番最後に置きましたが、皆さんこれ T 違って in English。これ皆さん相性いいですよね。そうです。皆さんこうやって並べていただけると英語で教える。意味内容上バッチリ。ですから正解はこんな感じでよろしいかと思います。では皆さん続きまして、下線部 H。検討をお願いします。では皆さん解説はホワイトボードでいたしますね。さあ皆さん行ってみたいと思いますが、先ほどの問題と同じようにですね、動詞が一番処理しやすいかと思います。で、今回の動詞は are ということですから、主語は複数名詞。ですから、students が使えますよね。例えば皆さん are という be 動詞でございます。それで、後ろは for。まあ、つまり、形容詞を置けばいいのではなかろうか。で、選択肢の中で形容詞としていけそうなのは、ed がついている過去分詞。で、皆さん svc、第二文型で、ここの皆さん文型完結してますよね。ですから、後ろは m。で、もちろんこのタイミングで be required という熟語を使っていただいてもいいんですが、皆さん動詞の原型余っておりますけども、皆さん M の中で動詞の原型が余ってたら、という不定詞にすれば万事解決。で、皆さんこういう原則を使えるんですね。M の中で動詞の原型が余っていたら、という不定詞にする。で、もちろん残りの選択肢はまあ1個しかないんですが、皆さん speak、動詞が出てきましたので、やっぱり自動詞なのか他動詞なのか。話したよー。何をということですので、他動詞。で、他動詞ということは皆さん、後ろに目的語。つまり、名詞が必要。で、もちろん、イングリッシュ。名詞でございますので、これを挿入して終わり。ですから、正解はこんな感じになるかと思いますので、参考になさってくださいね。さあ、皆さん、続いての段落でございます。説問指示はこれですからね。一読していただいた後、検討をお願いします。さあ、皆さん、理由をどこにするのかなんですが、皆さん、その次の文章、出だしが first。まあ、一番目って言ってくれてますので、もうこれは簡単ですよね。で、特に字数制限がないので、まあ、最低限書かなくちゃいけないところだけ示しておきますが、このあたりでよろしいかと思います。で、皆さん次の文章を読んでみると、also って言ってくれてますね。つまり、二つ目。で、これも最低限書くべきところだけ示しておきます。で、皆さん場所がわかりましたので、あとは訳すだけ。すみません、こちらから行きますが、長い歴史を持ってると。で、どことと言われたら、近隣の国、スウェーデン。で、そことの長い歴史があるから。で、そして二つ目がこれですね。フィンランドは小さい国。で、どんな国ですかと言われたら依存をしております。世界規模の貿易。国際貿易に依存してる。で、何を依存してるかというと、まずは経済的な成功。ですから、経済の成功、経済の発展を国際貿易に依存している小さな国。みたいな感じで書けてあればよろしいかと思います。